しょ。疲れた。ただいま。おかえりなさい。今日の残業で疲れたわ。もうご苦労様でした。はい。お風呂にする？それともご飯？先風呂入っちゃうかな。はい。はい、どうぞ。話聞いてるんだ。話聞いてる、ちゃんと。うん。ん？はい。何やってんの？ただいま。お帰りなさい。今日も残業で疲れたわ。ご苦労様でした。はい。お風呂にする？それともご飯？先に風呂入っちゃうかな。はい。ほら、ほら、お前話聞いてるよ、人の話。え？人の話聞いてるよ、ちゃんと。お前、はい。ん？何やってんだ、お前。ただいま。お帰りなさい。今日残業疲れたわ。ご苦労様でした。ああ。お風呂にする？それともご飯？先に風呂へ入っちゃおうかな。はい。よいしょ。ちょっと待てよ、お前。ほら、おい、おい、はい、人の話聞け。ああ、ちゃんと聞けよ、人の話を。はい。もう、ただいま。お帰りなさい。今日残業疲れたわ。ご苦労様でした。ええ。お風呂にする？それともご飯？先に風呂へ入っちゃおうかな。どうしてもお風呂がいいんですか？風呂が入るんだよ。よいしろ、早く。わかりました。それじゃ。よいしろ。どうぞ。バカ野郎、バカ野郎。ただいま。ただいま。お帰りなさい。どうした？元気ねえな。どうしたんだ？どうした？どうした？あなた、どうしよう。何があったんだよ。私はダメな妻、ダメな女なのよ。何があったんだよ、言ってみろよ。大変なことをしてしまったの。言ってみろ、何があったんだよ。怒らない？言わなきゃ分かんないだろ。実は私、あなたの箸を折ってしまったの。どうしよう。なんだ、そんなことかよ。びっくりさせんなよ、お前。箸なんかいいだろ、お前。これカバタコなんか折っても構わないよ。買えばいいんだよ、買えば。許してくれるの？当たり前だろ、お前。何言ってんだよ。私って幸せな妻なのね。ありがとうございます。分かった。飯しよう、飯、おい、払った。ズボンまだ下げるのは早いよ、お前。どうしよう。どうした？何があった？何があった？大変なことをいたしました。何があった？言ってみろよ。実は私、うん、おかずを買うのを忘れてしまったの。どうしよう。そんなことかよ、お前。おかずなんかいいだろ、お前。大丈夫だよ。許してくれるの？当たり前だろ、お前。私って幸せな妻なのね。ありがとうございます。おかずで、じゃああれしよう、お茶漬けしよう、お茶漬け。どうしよう。どうしよう。何があったんだ？何があったんだ？何やか言ってみる。どうしたの、今度は。あ、実は私、うん、ご飯を炊くのを忘れてしまったの。そんなことかよ。許してくれるの？当たり前だろ、そんなご飯なんて。私って幸せな妻なのね。ありがとうございます。じゃあ、あれだ、あの、そば屋から出前と頼もう。な、俺カツ丼でいいや。カツ丼で。これはマイクじゃないんだよ。これマイクじゃないんだから。なんだ、なんだ。お蕎麦屋さんが休みだったの。それお前のせいじゃないだろう。あ、許してくれるの？当たり前だよ、お前。何言ってんだよ、そんな。私って幸せな妻なのね。ありがとうございます。もうこういう時は飲んでよな。おい、パジャマくれ、パジャマ。
したどうした何があったこれどうしたんだどうしたのえアイロンをかけようと思って、うん、焦がしてしまったのアイロンで焦がしたどれどこ焦がしたんだよえここがあるかこれはすごいな許してくれる当たり前ださ寝よう何やってんだよお前何やってるって見たら分かるでしょ洗濯物畳んでるそれは分かるよお前えだけどな旦那が疲れて帰ってきてんだよすぐそれやるなよお前めんどくさい人ね絡んでこないでよお前よ俺たち結婚して何年だ3年かな3年だろ、うん、3年が一番危ないんだよお前倦怠期で倦怠期、うん、そう倦怠期で一番別れる人が多いんだぞお前嘘でしょ離婚したいかしたくないあなたいなくなったら私もう一人で死ぬしかないだろ、うんだからもっと新鮮に生活に変化を変えろあ変化を加えるだけだよ変化を加えるだけでいいのねマンネリだから今分かったな頑張るよし、うん、ただいま行ってらっしゃいはいどこ行くんだ俺え帰ってどこ行くんだお前あ変化があったかなと思う違うよ、まあ、考える頭使えよお前、はいはいはい、ただいまケンちゃんおかえりはいでもなんだよお前子供か俺子供じゃダメダメなの違うなんかねえかな殿殿殿殿って呼べばいいのねそう行くぞただいま殿お帰りなさいませうん今帰ったなんかいいだろいいだろ感じがなお疲れ様でしたほら昔はお前新婚の当時はお前帰ってきたらチューとかやったろうねやるただいまお疲れ様でしたこれはなしでしょ明日からなしいいじゃんあとすごい蘇ってきた明日からこれはなしでしょなしなしなの疲れたはいよいしょだからそれがえこの背広毎日いつもこのハンガーにかけられてるんだお前つまんなくねえかお前マンネリマンネリ変化が欲しいんだからこれもマンネリこういうとこあってもいいよ普通なんかざっとこれあってもいいのいいのここでいいんだよこういうのたまにはそういう変化があっていいの斬新だろ、うん、何これってなるだろなるそれがいいんだよシワだらけでいいんだそうこれもこの辺にこういう感じであすごいなすごい新しいじゃいいじゃんいいわね例えばお前、うんうんうん、靴なんかもな、うん、こんなとこあってみな靴ここに置くのなんか変化あるだろすごいアメリカンだろちょっとすごい寝巻きねここにあんだ寝巻きはあ、ごめんなさいねあとお前に一個言っていいかお前、うん、その仏壇の値はやめろ仏壇の値これ好きになったんでしょお前それ頭変えてくれよお前これ変えた方がいいマンネリなんかお前仏壇みたいだお前これやだはいどうぞだからさえこれも毎回こうやって同じことだろうんちょっと変化つけてたまにこうやって来てもいいじゃん前からこんなのよしあ見たことないだろ見たことないこれが変化だ変化すごい大人の感じこれが欲しいんだよあこれが変化か、うんうん、そうじゃあね帯だから帯もいつもここにいるだろ飽きてんだろ帯だってきっと帯が飽きてるあーつまんねえと言ってるこれたまにはこうこっちからこういう風にやってなそう言っちゃうこういう具合でたまにはこれこれでいいのうんすごい変化だよ新しいだろ見たことないほらすごい変化だすごいお前もたまにあの肩がおっぱい出してみるなもんかって嘘出しちゃっていいの私も出しちゃっていい今はダメだから背中丸見こういうところもさ例えばあの花の一輪でもあってこらお花ねそっち側はね変わるよお前ちょっと持ってくるわ、うん、お花少しは工夫しろよお前本当に毎日一緒に飽きちゃうんだよお花花と野菜は違うぞこれ野菜これ、うん、これ野菜野菜だろお前野菜かいいよこれも急に言われてもでもいいじゃないなんか彩りがじゃあくわじゃあ明日買ってくよこれうん明日買ってくるわ、うん、じゃあ無事にしようかはい疲れ様でした疲れたよ今日は本当にどうぞ何やってんのいや新しいでしょこれ食いづらいだろだってこれじゃあ
一口終わっちゃうしよ。いいんじゃない、おかわりし放題。飯は普通でいいよお前、飯は全く。もう何やってんだかお前。お味噌汁ね。はい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 。だから、はい、味噌汁はこれ変だろお前。飲みづらいだろお前。いや、くっと。これ飯は普通でいいって言うんだからお前、飯は普通でいいよ。ちょっと先お茶くれ、お茶くれ。お茶ね、はいはい。はい、どうぞ。出てけ、出てけ、お前は。大仏やろう。何を大仏やろうって。それ頭だよ。好きなくせに。